新政府綱領8作は、坂本龍馬が、慶応3年11月に示した、維新後新政府設立のための政治綱領である。現在、龍馬自筆本が2枚残っており、国立国会図書館と下関市立、調布博物館に所蔵されている。第一義天下有名の人材を承知し顧問に、ともふ第二義有罪の諸を専用市朝廷の官隔を、 玉物威厳婚有名無実の官を除く第三、義外国の交罪を義定す第四義律領を、戦士新谷無休の大典を、定無律領、気に定、礼派諸公派組なこれを、佐作寺手部下を卒す、第五義上撃満どころ大陸議海陸軍局第七、義新兵第八議広国卿の金銀物価を外国と、平均墨木嫁二十三の名願しと、義定諸公開明の日を待てつて云々自ら、 名詞とセリコレをもって朝廷に、放離して、天下万民に、興奮・仁教・公礼公義に、府派派断然政党、スケンモン貴族も退職することなし慶応堤防11月、坂本直成第1議では、幅広い人材の登用、第2議では、理財の人材専用、名ばかりの官役職廃止、第3議では、国際条約の議定、第4議では、憲法の制定、第5議では、 両院議会政治の導入、大陸議では、海軍、陸軍の組織、第七議では、御神兵の組織、第八議では、近銀,銀物価の交換レートの変更が述べられている。千中八策を、簡略化して書かれたような内容になっている。違いとして注目されるのは、後半部分のの伏せ字である。徳川義信、山内陽道、松平春学など様々な説があるが、定説は、 明確になっていない。文字通り、これを見る人々が自由に名前を入れて読むことができるようにしたとも言われている。新政府綱領8作。ありがとうございます。